はい、今日からは第9回面積長さの問題に入っていきましょう。では早速例題1番ね。右の図の斜線部の面積は何平方センチメートルですかっていう問題ですね。まずこれ図を書いてみました。まあこの問題ね、まず一発でね、斜線部をそのまま直接求めることはできないよね。でこの四角形もね、長方形でも正方形でもないのでね、どうやって求めようって考えるときに、まずね、面積を求めるのに底辺かける高さね、高さを求めるにはね、直角ね、直角な部分が必要だよね。そうするとこの図見てみよう。直角2つあるよね。直角が2つあるってことは、これね、直角を頼りにしてね、底辺と高さっていう形にね、してあげればいいんだよね。じゃあどういう風にちょっとこれ補助線を引いてみようか。どういう風に引こう。底辺と高さをそれぞれ分かるように補助線を引くにはね、これまっすぐ四角形の対角線を引いてやる。そうするともう分かったかな、ね、まず下側の三角形、斜線部が2つに分かれたよね。この補助線で下側の三角形と上側の三角形に分かれた。まず下側の三角形はまあ簡単だよね。底辺14センチ、高さ6センチね、でも止まるよね。じゃあ次、上側の三角形ね、まあこれもね、一見ちょっと分かりにくい子もいるかもしれないけども、例えば5センチを底辺として考えてやるとね、底辺をここと5センチって考えてやると高さ8センチって考えることできるよね。じゃあそれを分けて計算して足してあげればいいだけです。じゃあまず下の方の三角形、底辺が14センチで高さが6センチを2で割る、三角形の底辺かける高さ割る2で42平方センチメートル。じゃあ次、上の方の三角形ね、上の方の三角形は底辺を5センチ、底辺を5センチと考えたら高さが8センチね、割る2で20平方センチメートルと分かった。じゃあ2つを足してやればいいの。いいか、いいだけだから、42足す20で62平方センチメートルとなります。いいかな。まあこの問題ポイントはね、やっぱ直角、直角を見てどこに補助線を引いてやればいいかっていうのを考えればいいんだよね。いいかな。